田です。で今日は、他のね YouTube チャンネル、あのニーカブの時にちょっとニーカブの時に知り合って、Twitter で選んでさっき交流のある奈良篠さんっていう人と対談動画を撮るという予定であります。やっぱり午前中ちょっと面倒くさいから体が動きません、はい、で今日はこれオーニング立てます。オーニングを立てて立てる前にもう一回あの防腐剤を重ね塗りしとこうと思います。はい、まあ、その前に石をちょっとどかしておこうかなと思います。もうカーポートまでをちょっと立てたいんで、冬前にやっぱりやっておかないことはカーポートなんで、ちょっとそこまでやっていきます。まあ、そこまでやってないので、この石をまずはどかしていきますか。はい、動かしながらあんまり動かす意味はねえなと思ったんですよね。なのでまあ大丈夫でしょうという感じです。はい、なんで普通はですね、じゃあ行きましょうか。じゃあ防腐剤塗っていきましょうか。はい、で今回の動画はですね、まあオーニングを立てていくという動画ですが、まあ結論から言うとオーニングは立ててないんですよね。まあ、建てられたもんじゃなかったです。まあ、なぜかといえばだから台風が来ちゃうんですよね、この後。だからあとは風が強いので、オーニングを建てる機会を逸して逸して逸してきたんですよね。だからもうオーニングは来年でいいかなっていう感じでして、オーニングをあの伝えさせる場所が桁なんですよ、屋根の。でその桁がちょっと怪しいですね。なんであのオーニングを立てられるところがあんま見当たらないんで、まあ、ちょっと今年は保留にしますね。まあ、あとこれ余分に余った塗料を、まあ、なるべく塗り切ってそれで終わるのかなって感じで、あとは黄色の塗料を、まあ、板の水分を飲むように塗ればいいかなという感じで、まあ、黄色い塗料を使い切っちゃうから、はい、まあ、あとは重ね塗りして縁で行かないようにだけをする感じですね。まあ、これで重ね塗りは、防腐剤とはこれ以上重ね塗りしても防腐剤なんで、これ以上濃くなるということはできません。なのでこれが終わって、まあ、余裕があったら来年ぐらいかなに、屋根用のペンキでコーティングしちゃおうかなって思います。買い物オーニングになっていきましょうか。ちょっと雨が降ってきて、暑さです。はい、で、まあ、ここでオーニング買ってきたんですけど、オーニングもですね、実はこれ、ハードオフに売ってたんですよ。ずっと、これも確かね、3000円ぐらいで、新品に仕様で売ってて、ずっとうろうろしながら気にしてたんですよね。そしたら誰も買ってかないから、ウッドカーペットの奥にあったんですけど、まあ、結局あそこら辺のなんだろう、プラスチックの引き出しとかはこういう大型家具ですかね。ウッドカーペット、オーニング、あとはライトかな。なんだろう、レールがあるやつですね。レールがあって、そのスポットライトを動かせられる、まあ、動かせるやつがあるんですけど、まあ、そこら辺の大型家具は、まあ、僕はそこのハードオフでは買い占めた感じですね。まあ、あんなにね、なんだろう、ハードオフで大人買いしたのも、まあ、初めてって初めてですよね。まあ、これ結構ね、イライラしましたね、組み立てるのが。手際が悪かったり、ちょっとバテてましたね。プレオープンしたっていうことで、ちょっと気抜けてましたね。はい。今日はここまでですね、なんか天気が、まあ、持ちそうな感じだけど、まあ、ちょっと一旦あれ、これから針を打ちに行ってきますので、
腰の状態、まあ、微状筋症候群だってあれの状態も良くて、まあ、めちゃくちゃ体調は良くなってはきていますが、まあ、まだまだ自我予断を許さない状態なので一旦今日はここまでにして、またブルーシートかぶせて、医者行ってきます。はい、はい、今日が8月10日かな、10日だね。はい、まあ、いろいろ雑多なことやっていきます。はい、一応ですね、まあ、言語変えるんで、まあ、心のとないけど明かりを持ってはきました。まあ、なんかまあ、あっても仕方ないけど、まあ、ちょっと言語変える。これは管理人部屋ですね。電灯変えます、これ。で、これ LED にしましたね、さすがに暗いんで、これじゃ。はい、今ようやくつけ終わりました。まあ、一応、ここは100室なんで、リモコンして、まあ、一応、ジムティーでもらってきたやつで、あと2000円ぐらいするんで、まあ、ただでもらえるってでかいっす。あとは、じゃあ次行きましょう。2個目はやっぱりここにします、ね、ここがちょっと邪魔なんで、冷蔵庫が結構乾燥するし、まあ、これもこれだけ古いんで、ここ変えます。でもまあな、蛍光灯とかいろいろ変えないとね、特にこの台所の蛍光灯はね、換気扇がないんですよ、この家もともと。だから換気扇がない分油とかがこぼってて、でそのなんか上に舞った油っていうのはなんかしないけど、蛍光灯に集まっててめちゃくちゃ怖かったですね。え、なんだろう、めちゃくちゃに油にくるから、ちょっとこれ外してよかったと正直俺思ってます。はい、こんな感じで、スプレーオープンはしました。で、10月の20日までです。その後出稼ぎに行ってきます。バイバイ。